おはようございます西村愛です災害と防災を考えるネットワーク1.17 1283回目の放送です26日の水曜日皆さん夜空を見上げましたでしょうか3年ぶりに日本で怪奇月食が見られましたねしかもこの日はスーパームーンということで満月としては1年で最も地球に近づく日 大きな月が欠ける様子を見たいなと楽しみにしていたんですが大阪は残念ながら曇り空でね見ることができませんでした晴れ間が広がった東北や北海道小笠原諸島などの各地では観測されていました。皆さんは見ることががでできましたでしししたたょうか最近ね娘が発熱したりして 心身ともに疲れていたので夜のニュースで月が欠けていく様子を見ていると本当に癒されました空を眺めてリフレッシュ大切にしたいですね皆既月食を楽しんでいた26日から熊本県では大雨が降り続きまして人吉市をはじめ熊本県南部の5つの市と町に避難指示が出されましたこの地域は去年7月にに豪雨災害にあった。 同じ地域なんですよねさらに緊急事態宣言が6月20日まで延長になることが決まりましたそこで今週のネットワーク1.17のテーマはコロナ自宅療養者の避難と題してお送りします 新型コロナウイルスの緊急事態宣言が続く中で梅雨の時期を迎えていますね豪雨の時どう避難すればいいんでしょうか変異株は感染力が強いと言われているのでこれまで以上に避難先での感染防止に気を使わなければいけませんよね去年4月に 避難所の感染予防対策でこの番組にご出演いただきました。日本赤十字北海道看護大学の教授で災害対策教育センター長の根本正宏さんに再びお話を聞きたいと思います。根本さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、根本さん。台風や豪雨の時、 自宅にとどまるべきか、避難所に行くか、今の新型コロナ感染のリスクを考えると、悩む人も多いんじゃないかなと思うんですが、この点に関して、いいかかがですかはい、まず、災害が起きそうなとき、もしくは起きたとき、そこで自分が危険な場所にいる場合には、ためらわず逃げなければいけない。ま、はい、まずはこれが基本になりますうん その上で、ぜひハザードマップの確認を今一度お願いをしたいと思います。自分の住んでいる場所、またそこの地形、その災害の発生する確率などがハザードマップには書かれておりますので、はい、これを確認しておいて、自分が逃げなければいけない災害だなと思ったときには、 ためらわず逃げていただきたいと思いますはい、ハザードマップでしっかりと確認をしてそして在宅避難可能という方は家に留まる方がいいんですよねはいこの場合必要なことは万が一大雨洪水災害などの場合には一週間水が引かないなんてことも考えられますですから在宅避難ができる前提は一週間自分の家で そこで生活が可能な備蓄があるということを考えておく必要があると思いますはい。それでは根本さんまずは新型コロナに感染して自分が自宅療養者になった場合について聞いていいですか はい、あの先日25日の火曜日に避難所での新型コロナの感染防止対策を盛り込んだ防災基本計画が決定されましたよね。はい、大きなポイントは新型コロナに感染して自宅療養している人の避難です。自宅療養者の避難先をきちんと確保するように、各市町村は努めなさいということが盛り込まれました。 コロナでね、自宅療養している方っていうのは、実際のところ、どこに避難すればいいんでしょうか。はいまず、ここ、大変大事なところがございまして、はい、各自治体、すなわち市町村、もしくは区の単位で、計画が異なります。はい、ですので、ご自分の住んでらっしゃる市区町村の、えっと、このコロナの患者さんの避難計画というものを、 ぜひあの事前に把握をしてておいていいいたただきたいと思います、はい、市区町村の皆様方は感染者が避難し,しなければいけないときにその場所を事前に計画をしておかなければいけないというものがその先日25日に公表されましたあの基本計画になりますので、はい、それにのっとって練られた計画というものを万が一あの感染者となった場合には 事前にぜひその計画を知っておいていただきたいということがお願いになりますそうですねでもどこで知ることができるんでしょうかはいえっとまず今進んでいる市区町村の場合にはすでにえっと防災担当のホームページなどからですねその発信がなされている場合があります防災担当のホームページはい でもう一つ、あとは保健所からも同じような情報が出されているような市区町村もございます。うん、これは保健所というのは、まあ、厚生労働省の管轄で、防災担当は総務部系の,の管轄が多いので、はい、まあ別な部局からな同じような情報が発信されている場合もございますので、ぜひその市区町村の計画というものをあの率先して取っていただくということが重要になろうかと思います。はい おさらいすると、市区町村の防災のホームページか、保健所の情報、はい、ということですね。その通りです、はい、そして、避難先はどこになるんでしょうか、はいえっと、まず、その感染者、まあ、陽性が出ているということで、確定されている方の、えっと、指定された避難所というものが、事前に準備されることになっております。はい、ですので、その方々が避難できる場所はここですよと。 そのまあ、例えば、そこがホテルの指定だったり、えもしくは、えーとまあ、保健所が指定するような施設だったり、さまざ、あ、まな市区町村によっての施設が変わってきますので、その場所に逃げるときには逃げていただくというのが基本です、うん、保健所が指定する施設っていうのはあの、まあ、いろんな場所によるとは思いますが、例えばどんな場所なんでしょう。 はい。えっと、これは本当にあのケースバイケースということになりますけども、はい、あのコロナの陽性者の専用のホテルであるとか、まあ、ホテルとか旅館とかが指定されていることがあるんですが、<ー>そういった場所があのハザードマップ上、問題がなければ、そこが避難所となるということもあり得ると思います。これはあの皆様方の住んでいる地域によって実情が大きく異なりますので、自分たちのその生活に合った場所がどこかということを。 今のハザードマップの中には書き込まれておりませんのでここはあのコロナの陽性者となった場合にはあの把握しておく必要があろうかと思いますそうですね、うん、でもね今、まあ、大阪の場合を考えても先生がいらっしゃる北海道もそうですけども陽性の方が本当にいっぱいになっていて自宅療養者の方 全国で3万人超えてますよね病院や療養者専用ホテルがいっぱいだから自宅療養している方がこんなにいらっしゃるということでホテル避難っていうのは無理なんじゃないですかはいえっとここもですねあのまず考えなければいけないことは各地域によって実情が大きく異なるということを考えなければいけません、はい、あのまあ北海道 と考えた場合も、まあ、札幌市が今ひ、まあ、非常に厳しい状況にはあるんですが札幌市の中でも区の単位でやはり実情が異なりますですのであの災害が起きたとき電話連絡が可能な場合にはぜひ保健所に問い合わせをかけてくださいその上で保健所からの指示に従っていただくというものがまずは一番の,あの手法になろうかと思いますまずは 保健所に電話ををして問いい合わせをするとと、はい、うことですねでもなかなかつながらへんのちゃうかななんて思ってしまうんですけどね。はい、おっしゃる通りです。はい、あのやはり災害になればが大きくなればなるほど、うん、問い合わせが大きくなってかつやっぱり受け入れのですねその需,要需要できる場所というのも限られてきますので、はい、ここやはり必要なのは一人一人の起点なんですね。あの大事なことは 自分から他人に移さないことということを基本にしなければいけません。はい、ですから、その自分が感染者となっている場合には、うん、やはり他の人と接しないように、ただし災害からは逃げなければいけませんので、まあ、例えば車で避難した時に、まあ、自分だけの空間になっているかであるとか、 その場合の安全に車中泊をするようなことなどということも在宅の療養者の皆様方への一つの避難の方法になるのではないかと思いますす、はい、そうですねまず保健所に保健所に連絡をするということですがつな、まあ、がらなかったとしてもちょっと冷静になってしっかりと問い合わせをすることだったり在宅避難車中泊について備えておくということがその通りです。 今のお話を聞いていて思ったんですけどね、はい、あの自治体が自宅療養者の避難先として実際に避難所になっている学校の空き教室を指定することもあるんじゃないかなと思うんですけども、はい、学校の空きき教室を確保できたとしましまょうそして一般の避難者と自宅療養者。 居住交換をきちんと分けることは。可能なんでしょうか。またどんなことに注意すればいいんでしょうか。はい、はい。とても大切なことです。えっと、まず。各市区町村ごとに。この避難所の運営マニュアルというものが。コロナ型で書き換えが行われています。で、その中で大切なことは。さまざまなルール決めがなされています。はい。例えば。 動線を分けるすなわち動く経路を分けるとかあとは階段を専用にするとかあとはトイレを専用にするとか、うん、このようなルール決めがなされていますのでそれにしっかりと従っていただければ感染者の方々とあとは一般の避難者とを安全に避難させることは可能になっています、うん、ただしそこでお願いがあります、はい、一人一人 持ってきていただきたいものここを徹底していただきたいんです何でしょうかまずは体温計それにマスク消毒液最後にスリッパなどの上靴ですねこの4つを持ちながらあとできればゴミ袋ねティッシュなどを捨てられるようなゴミ袋も自己完結としていただけると避難所の中の衛生環境を自己完結で守ることができます うん。おさらいすると持ってきてほしいものということで体温計マスク消毒液スリッパなどの上靴そしてティッシュなどを入れるゴミ袋ということですねはいその通りですティッシュも持ってた方が良さそうですねはいあの、うん、やはりこういった衛生に関係する物品というのは特に災害が起きてすぐというのはなかなか手に入りづらいことがありますので、はい、もう一度やはり あの非常用の持ち出し袋もしくは車の中に入れておいていただくものなども見直しをしていただくといいと思いますうんじゃあ一般的にこう風邪をひいた時に自分が欲しくなるものも例えば冷却シートだったりとかはいいいですね,ねそういったものも含めて、うん、皆様方があのただ単にそこに逃げるだけではなくて、はい、そこで生活することになりますので、うん、生活する中で自分が必要と思われるものを 持ち、非常用の持ち出し袋に入れておいていただくということが大切だと思います、うん。私も改めて非常用持ち出し袋に入れるようにね、チェックしておきたいと思います。はい、他に注意することってありますか。はい、えっと、まずは先ほどのそのルールを遵守するということが大事なんですけれども。はい、そこで、えっと、自分から。 やはりいろんな方々に感染させるということで、怖い一つがですね、うん、エアロゾルと言われる、えっと空,気のですね、空気からの、えっと、まあ飛ま沫感染ということが、このコロナに関しては、まあ、難しい部分になります。はい、ですので、あのまあ、よく言われる3密の中でいきますと、避難所ではすべての密、1密ごとにすべてを回避する、そのための行動を徹底していただきたいというふうに思います。 一密ごとに、はい。っていうことは、密集は避ける、うん、密接は避けるという三密全部ではなくて、一つ一つ全部、はい、全部避けていただくということが避難所の中の共同生活では必須だというふうに思います。より気を使わなければいけないということですね。はい、その通りです。うん 大阪、今感染者が多すぎて、保健所が手一杯になっていて。病状の聞き取りすらできていないケースもあるということでね、あの報道でも見ています。こういった危険な地域に住んでいる自宅療養者を。自治体が、こうきちんと把握していくっていうのは。実際に難しいんじゃないかなと思うんですが。はい。あの現状を踏まえると、そのような疑問というのは。 多分起こってくる実際に災害のときにもその疑問がなかなか解決できないということも起こりうると思います。これはさまざまな災害でよく想定外という言葉を使われますけども、はい、災害というのは基本的にすべて想定外だと私たちは思っています。ですのでまずは現状を踏まえて自分でできることを1つでも2つでも増やしておくこれがこの感染症のまん延化状況の災害対策ではないかなというふうに 思いますでそのための一番の方法は、的確な正しい情報をできるだけ早くつかむ、ここだと思います。デマに惑わされずに、早めに自分が行動を決断できること、それが今のこの難しい状況下で命を守る災害対策、避難対策になるのではないかなというふうに思います。確かに 的確な正しい情報を早めにつかむっていうのは本当に大切なことだと思うんですがまずはどこをチェックするべきなんでしょうかはい一番大切なのは地元の正しい情報ですですからまずは行政から発信される情報を取りたい今でいきますと各市区町村さんはホームページ facebook twitter さまざまな ウェブホームページを使ったあのメディア発信をされています。はい。で、こういった情報が届きにくい方がいらっしゃいます。うん。その情報を周りのまあ例えば町内会単位で情報を届け合うなどの共助の関係ということも重要だと思いますし、あとはやはり今この聞いてらっしゃるラジオなどのメディアからいち早く自分の住んでいる場所の状況をつかみ取るということも。 一つの術になろううかと思いますそうですそでねあの自分でスマートフォンで情報を得ることができる人はいいんですがそういったことができない方また目が不自由な方もいらっしゃると思うのでご近所にねそういった方がいらっしゃるなっていう方は伝えたりあとラジオからの情報をキャッチしていただくということも大切になってきますね。ありががとうございいますでは続いては続て自分が 新型コロナの濃厚接触者になった場合についてお聞きします。濃厚接触者で PCR 検査を受けたら陰性でした。14日間の外出自粛中に今自分があります。で、この人、まあ自分ですね、は、まあ、感染しているかもしれないし、感染していないかもしれません。その場合、避難所に行って 新型コロナの感染した方と同じ部屋にいればそこで感染する可能性がありますしまた一般の避難者と同じ部屋にいると自分に自覚がないまま感染を広めてしまうかもしれません、まあ、これは PCR 陰性になってても感染している可能性があるからということですよね難しい状況なんですけどもこういった場合どうすべきなんでしょうかはははい、はい、まずはこれはですね 車の運転とと同じだと私は考えていますすなわち、何々かもしれない運転をしたいと、このだろうではなくて、まあ、自分はもしかしたら感染しているかもしれないというような感覚で、自分から誰かに移さないようにする、まずはこの気構えが必要だと思います。で、その上で、ここもですね、先ほどの自宅療養者の考えと全く同じになりますので、 ここも市区町村さんのルールに従っていただくということが大切です。はい、各市区町村さんは、避難所の中に濃厚接触者とか、もしくは、えっと、発熱をしてらっしゃる方とか、同じように、その専用のスペースを設けるというふうに考えています。ですので、そのスペースにどのように入っていただくかという、そのルールに従っていただければ、避難することが可能です。 そうですね、改めてこう素直にルールに従っていくそして自分自身が冷静になって話を聞くっていうことも大事だなと思いました、うんはい、この濃厚接触者さんもあとは自宅療養者さんもやはりご自宅にその時にいらっしゃいますので、はい、少しお時間があると思うんですおうその中で。準備をすることとても大切だなと思います。 では状況が変わりまして自分が発熱をしたなど体調不良の場合ですねお聞きしましょう今日私熱を測ったら三十七点五度あるんです避難所に行っていいんでしょうか避難所行く際の注意点ありますかはいこの発熱をしている場合においても先ほどの濃厚接触者の場合と同じと考えていただければいいと思います同じですかすなわち 自分はコロナウイルスに感染ししていいるかもしれない、まあ、その上で、自分が他の人に移さないようにするということを、まずは考えておいていただくことが大切です。はい、で、その上で、えっと、例えば、この北海道のとある市町村の場合には、えっと、発熱をしている方を一時、まず避難所の中に入らないでいただいて、うん、車で避難してきた方に関しては、 一度ちょっと車にとどまっておいていただくでそこで、えっとまあ、例えば今抗原検査などの簡易検査などもあるので、はい、そういったことを踏まえた上で入っていただくというような手法を取っているようなところもございますですから各市区町村さんの避難計画、まあ、その中でのコロナの受付になるんですけどもその部分の計画のに出ているものこれを皆様方 あの、まあ、そこを守っていただくというか、そこを避難所に行った時に従っていただければいいのではないかなと思います。じゃあ、あその今お話しいただいた場合だと、まず。避難所に入らずに車にとどまっておいて。抗原検査など簡易な検査をしてから、その結果次第で入るかどうかが決まるということなんですか。はい。そういうケースもあるということになります。ここは本当にあの市区町村さんの計画によって大きく異なってまいりますので。はい。 あの皆様方がそのこれはあの事前になかなか学ぶことが難しいものになりますので、うん、実際に避難してからそういったこともありえるんだなということをここは想像しておいていただくだけで十分だと思いますまた別のケースを聞きたいと思います。私ではなく家族の一人が発熱している場合、まあ、我が家だとね小さい子供ももいますのでよく熱を出します。 家族みんなで避難所に行っていいんでしょうか、こういう場合の避難所に行く際の注意点はありますかはいここもいろいろなケースがあると思うんですが、はいえっと、例えば、これ、内閣府さんも、えっと、提示をしているんですけども、もし家族が一人発熱をしていてで、車で避難をする場合、その場合には、車の中でも周りの人たちとの、えっと、密接を避けてくださいというふうに発信をされています。 でですのでそのそ熱がある方、まずマスクをしっかりとしていただくということと、はい、周りの方々はあのアルコール消毒などを使って自分が万が一あの感染している場合にはうつされないようにというようなことも必要になりますし、はい、車の中でも少し間隔を空けておいていただくとかいうような対策で、えっと、最終的に何を言いたいかと言いますと、はい、コロナにが怖くて逃げるのをためらうということだけは避けていただきたい。 逃逃げげるべき災害は必ず逃げていただくとといううことが大前提になります、うん、そうですそでね車で避難するにも密接を防ぐって我が家の場合軽自動車なのでね密接を防ぐことは難しいんですけど、はいまあ、テントをね入れておいてそして、はい、運動場などで駐車させてもらう時はテントを外に出してテントにいる人と車の中で寝てる人と分けるとかそういうことですかね。 そうですねまあ、やはりその分けるということが大切だというのは、うん、今の普段の生活で皆様方、すごくご理解いただいているんじゃないかなと思います。はい、こ避難所というのは、どうしても共同生活になりますので、その共同生活の中で、いかに一密でも避けるかということをご留意いただくということが、避難所の中での安全な生活につながると思います。そうですね、改めて最後にお聞きしましまょう根本さん 避難所で感染が広がることのないように私たちが注意すべき点、どんなことでしょうか。はい。まずは基本に徹底しますすなわち、先ほどから申している通り3密の中の1密すべてを避けるということ、その上で今、ワクチン接種が進められています。はい、ワクチンを打つことは防災対策として一番今、優れた作戦だというふうに私たちは感じています。うん。 高齢者の方々が早めにワクチンを接種をしておいていただければ医療機関もしくは保健所の負担が下がっていくことにつながりますそれが万が一の災害の時には保健所の方々が災害対策にもあのしっかりとあの携わっていただけることにつながると考えます、はい、感染の機会はどこにでもありますので、うん、感染しないためにということを一人一人徹底しつつさらに 移さないためにというような考え方での防災も進めていただきたいなと思います、はい、感染しているかもしれないという前提で行動するというのがとても大切だなと思いましたしあらかじめやはり心もあと物もですね準備しておくっていうことが大事になってくるんだなと改めて思いましたはい、根本さんどうもありがとうございましたありがとうございました 今日はコロナ自宅療養者の避難というテーマで日本赤十字北海道看護大学教授災害対策教育センター長の根本正弘さんにお話を伺いました新型コロナの感染者がどんどん増えていく今今日のお話を聞いて在宅避難が可能な人は在宅避難をいかに実現するかでも在宅避難が できない地域の人浸水してしまうとかね、まあ、そういった地域にいる方感染したくないから避難所に行かないというのは本末転倒やからしっかりと準備をして避難所に行くちゃんと避難をして自分の命家族の命を守るということが大切なんだなっていうのを実感しましたしっかりと心に留めておきたいと思いますさて お便りを紹介した方全員にプレゼントする番組グッズが変わりました。番組特製の紙石鹸を差し上げますと先々週お伝えしたら嬉しいメールが届きましたよ。東大阪市にお住まいのラジオネーム玉ねぎちゃんさんから頂きました。ありがとうございます。紙石鹸は昔使ったことがあります。あ、そうですか。最近コロナ禍で見直されるようになりましたね。どんな色が 届くか楽しみですといただきましたそうなんですぜひコロナ禍の避難グッズの一つとして加えていただきたいと思います紙石鹸第一号は玉ねぎちゃんさんにお送りしたいと思います今日の感想もお待ちしています普段メッセージ送ったことがないという方もぜひ気軽にお寄せくださいお待ちしています